和の国大好き小雪です。どうも鬼ヶ島トエです。どうぞ鬼ヶ島トエだって、これ意味はなかったんですよ。どういうこと意味が残ってくる。和の国と対応してる鬼ヶ島、それだけ。今日なんかアドリブ弱いよね。そんなことないよ。大丈夫余裕。今日僕の回なんですけど、はい、和の国、はい、分かるよね。もちろん和の国の気になる謎っていうのをちょっとまとめてきたんですよ。謎、最近僕ね、謎とか伏線をなんかまとめる人みたいなイメージになってるんですけど、うんうんうん、やっぱり95巻96巻が出てから、はい、たくさん回収され始めたやんか。お、例えば最近だったら何が一番好き？あー、やっぱあれちゃいます。ゾロの出生の秘密というか、幸四郎先生とかが思いっきりゾロの関係者ってことが分かったっていう。和の国出身だったってことね。そう、それも胸熱やんか、うん、でもどんな伏線にもやっぱ種まいてるから伏線回収あるんですよ。そうですね。つまり1個の謎があって伏線っていうものが回収されるって考えたら、まだまだ和の国って回収されてない、ちりばめられた謎たくさんあるんですよね。ほう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 。それを今回ちょっとまとめてきた、はい、20個考えてきたんで、20個はい、ちょっと皆さんに聞いてもらおうと思ってます。わかりました。はい、まず1個目なんだけど、はい、カイドウがビッグマムと海賊同盟を組んだ理由。ほう、これどうですか？なんかノリで仲良くなって酒の席で約束したわみたいな。まあまあそんな感じに見えるんだけども、はい、そもそも両方の海賊団でもめちゃくちゃ強いわけで、まあ、四皇同士言われてて、そうそうもう殺し合いをするぐらい仲悪い感じやったの最初ね。もうデンデンムスよ、むちゃむちゃこう喧嘩してみたいな。いやそうよ。そう、それがなんで急にえ仲良くなっちゃったのみたいな。ねえ、うん、だからそれってもうルフィたちからしたら脅威でしかないやん。やばいっすよ、四皇の一つなんて。四皇一つでも死にかけてたわけ、ホールケーキやらんで。そうね、同盟組まれるってマジでやばいと思う、うん、だからわざわざこんだけの戦力にしたことにはやっぱ理由があるんだろうって。はいはい、この謎っていうのはもちろん明らかにされてないわけで。そうですね。これがまず一つ目なんだよね。はい、これについてどう思う？やっぱ普通にもカイドウだけでも強いし、ビッグマムだけでもめちゃくちゃ強いから、うんうん、その二人が敵に回るのってすごいヤバいっすよね。ヤバいんだけど、どういう戦力差でそれ戦っていくと思う？ルフィたちと今だったらもう明らかにもうシーソーを読めたらもうバランス崩れてるやん。そうですね。まあだからルフィ側にもいろいろ援軍とか来ると思うんですけど、うんうん、白ひげの隊長たちとか、うん、赤鞘国男とか、うん、まあいろいろ来るとは思うんですけど。そう、僕もそう思ってて、はい、わざと戦力差が今明らかに違うのは、はい、ルフィサイドにたくさんの仲間を集めるための理由だと思ってるね、うんうん、そう、そういうことが今から回収されるんじゃないかっていう謎の一つだと思ってる。はいはいはい、はい、2つ目、ワノ国編で突然出てきたスナッチってどういうこと？あー、これも本当突然でしたよね。はい、これ説明できる？はい、これはゾロが昔下月村で掛け声聞いたんやでみたいなことを桃之助に教えとったんですけど、そうそうそう、で桃之助はまあこのスナッチっていうのを言っとって、そんな言ったらあかんよみたいに言われて、うん、なんでみたいになったんだけど、おきくがね止めたんやね。そう、それは結局その名を捨てて、まあ、特攻するみたいな意味やったからね、うん、そう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 。でもゾロ自身もそれを言ったことないと、うん、まあ、しかもこれ悪国になって突然出てきたから、うん、ゾロから習ったってそれはゾロ言ってたっけってワンピース読者もなったんですよね、うん、でその結果この名前を捨てろっていう特攻のことをやったっていうことですね。そう、名前を捨てろ、知恵を捨てろ、うん、頭を空にして飛び込むのみっていう特攻の、うん、まあ今言ってくれた通りなんだけど、はい、これ描写必要あったのかなって思うんですよ。まあね、そう、いちいちこのセリフって言わなくていいのかなって思って、うんうん、単純にゾロが和の国の家系、まあ、出身匂わせっていうことの中の一つだとしたら伏線でも回収されたんだと思うんだけども、そうですね、あえてここで今まで出てきてないことを言うことに意味があるのかと考えたら、ほうほう、また何かこう二重のなんか回収になるんじゃないかみたいなことをちょっと思ったりするという感じですね。もしかしたらスナッチ以外の他にも言い伝えみたいな言葉もあるのかもしれないんで、その辺も出てきたら胸熱だなというふうに思ってます。そうですね、はい、続いて3つ目、白昼海賊団とビッグマム海賞団との海賊同盟のその後ってことで、先ほど海賊同盟の話したんですけども、はい、海賊同盟ってどういう風になるのかつきものだったっけ？裏切りですね。そう、これロビンも海賊の同盟には裏切りがつきものよって言って、うん、ルフィとローの同盟の時に忠告してるんだよね、うん、そうやね。で福禄寿さんも、はい、海賊の世界は裏切りが花っていう風に言ってるわけよ、うんうん、じゃあこれは違う人物が裏切るっていう風に言ってるってことは、うん、まあ裏切るんだろうと思う、まあ、わざわざ2回作中で言ってるんでね。そうそうそう、これはどう？これはね、僕裏切ると思うんすよね。やっぱりそう、うんうん、やっぱね、あれ酒の席でね仲良くなったじゃないですか、うんうん、まあこれよくあると思うんすけど、うん、なんか酒の席で、うん、とりあえず付き合っとこかみたいなになって、うん、まあ、付き合った男女というのは、うん、まあ大体、まあ、一晩開けると何でしょ、コンパみたいなのになって
でこいつと付き合ってんだみたいになると思うんですよ、うんうん、だから鬼ヶ島も今なんか酒入ってるからあれだけど、うん、酒が抜けて戦いマジになった時に、うんうん、なんで俺カイドウといるんだみたいな、うん、なるほど思うし、カイドウもなんでこのままこっちにいるんだみたいな思うと思うんで、そこで裏切りが発生するんじゃないかなっていう、はい、僕はねもちろん普通に考えてそうやんか、はい、で意外とビッグマムとカイドウって昔仲良し恋しな同じ船乗ってた感じもするやんか、するあえてここは両方共倒れになったとして、はい、ルフィとローの海賊同盟に対して裏切りが何か発生するような感じもちょっと感じちゃった。そう、そう今ミンクとかもみんな合わせての同盟やんか、うん、だからその中のどっかの組織を裏切るんじゃないかってことをなんかこっちでこう伏線を回収するのかなみたいなね、いやだね。4つ目、対カイドウ用兵器。こちらもですね、まあ、不死身なカイドウを倒すために、はいはい、プランキーが対カイドウ用兵器作っとくぜというふうに言ってるわけなんですけども、うん、結構前に言ったですね。そうそう、これどうなんだろう、まあ、なんか作っててほしいですけどね。それはまあまあ言うってことは作ってると思うんだけど、すでに2年後登場した段階でワポンベタルという超合金を使って、うん、フランキー将軍っていうものは結構完成されてるっぽい感じがするんだけど、それを上回る何かが出てくるっていうのはなんか考えにくいなと今。まあ確かに。そう、例えばルフィたちって修行の中で強くなってって、例えば竜王っていう概念を得得して自分自身が強くなってくるやん。でもフランキーみたいに何かその作ったものに対して相手がダメージを負うんやったら、あんまこう修行の成果っていうのが見にくいんで、読者として複雑だなと。この辺どう思います？まあまあまあ、でもまだフランキーも全部出してないと思うんですよ。全部出してない。今のところ活躍って新世界入ってからだったら、うん、まあ、フランキー将軍を出したのと、うん、ドレスローザでセニョールピンクを倒したぐらいがメインの活躍じゃないですか、うんうんうん、ちょっと活躍として弱くないですか。なるほどなるほど。そうで、ゾロも新世界入ってそこを見せてないじゃないですか、うんうん、だから、まあ、ゾロとかフランキーとか今までそんなに活躍してなかった、うんうん、本気を出してなかったキャラたちが、うん、この我が国で本気を出してくるんじゃないのかなって思うんですね。なるほどなるほど、それも考えられますね。そうそう。続いて5つ目、我が国に関係する刀の謎、閻魔、天の葉切り、秋水など。はい、こちらどうですか。カイドウを倒すための武器として、まあ、唯一カイドウに傷をつけたことのある閻魔とか、まあ、おでん様の片耳みたいなもんじゃないですか。そうですね。それを今ゾロが持っていると。じゃあ今までゾロが持っていた秋水は今ゾロが持っていないことになる、うん、でさらに2代鬼徹は今どうなってんのとか。確かに確かに。刀が今どこにあって誰の持ち物になるのみたいなことを。そうよね、迷走してるんですよ今。確かに2代鬼徹ね、あのルフィが秘鉄のとこから持ち出して、そうで、カイドウ戦までは持っとったけどその後どこ行ったって感じですよね。そう、分からへんじゃん。 その辺が。だから我が国ってやっぱ、まあ、日本刀、まあ、大事だと思うんだよね、うん、大事よ。そうだからこれがみんなどう行くのって、うん、例えばだけど、まあ、おでん様の武器をじゃあゾロが所有すると、うん、それから今まで持ってた秋水は和の国に返すとかね、うん、もしくは桃之助の天の幅切りをもらう代わりに立派な侍になる桃之助が秋水を手にすると。なるほどなるほどなるほど。いろんななんかトレードみたいなのが考えられて、うん、だって全部を一旦ゾロに返してもらったらもう五刀流とかなるなんか。またちょっとどうすんのみたいな。いやでももう常にアシュラモードなんかもしれない。あ、なるほどなるほど。九個までいけるよみたいな。九個までいける。そう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 。嘘やん。まさかの。じゃもしくは。タシギが回収しに来るかもしれない。刀回収しまーすって。いや、なんでそんな回収業者になってなるほど。で、まぁ、あ、これも一説に言われてるのは、はい、天の幅切りは、うん、実際にヤマタノオロチを倒した刀として伝承されてるものだし、ね。あ、そうですね。なので、天の幅切りを桃之助が所有するならば、父の仇、オロチは桃之助が撃って、うん、カイドウはゾロが致命傷を負わすような展開も予想できるのかなみたいな謎があるよね。うん、それはちょっと考えられますよね。こちらが刀に関する謎でした。はい、はい、6個目、レイドスーツの改良。ほう、はい、レイドスーツね、はい、今日に出てきましてやんか。あ、そうっすね。サンジもこうやって使って。そうそう、こうやって使って。あんなあっさり使って思わなかったけどね。そうそう、でもそれがやっぱすごいかっこよくて、ステルスブラック。そうそうそう。まあ、その時出てきたのが、うん、おそばマスクと、そう、まあ、名乗ったわけでね、うん、92巻931話で、うん、フラノスケとウソハチにデザイン変更を頼もうっていうふうにも言ってるわけね、うん、じゃあこれって登場してないから打ち入りの時に改良されたレイドスーツが出てくる可能性があるんじゃないかみたいな。おお、確かにね。だってフランキーとウソップを持ってすればもっとセンスのいいものになったりとか、もっとサンジに合わせたものになったりとか、まあ、十分かっこいいけどね、すでに。かっこいいよって。おそばマスクなんで今、まあね、はい、それをサンジが名乗っちゃったからね。そう、じゃあステルスブラックの特徴って何だった。ヒ
消えれる。そう、消えられると。するならばフランキー将軍も消えることができるように改良されるとか、あ、そっちを、さっきの通り繋がってくるとかね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、無敵やん。だってフランキー将軍が消えたらすごいことじゃない。え、ちょっと待って、分かってしまったかもしれない。何で逆に、うん、これフランキー将軍って、うん、キザルのビーム搭載してるじゃないですか。そう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 。つまり、うん、おそばマスクにそれをつけたら、うん、光の速さで蹴られたことあるかいか。なるほど、再現できる説。だってサンジって蹴りやからね。そう、なるほどね。ピカピカの能力を手にしたような感じなの。そう、すごい。まあ、話ちょっと飛躍しちゃってるけど、うん、確かにレイドスーツがどう改良されるとか、うん、フランキー将軍がどう改良されてるかって想像する楽しさここにあるやん。間違いないね。僕多分次はうどんマスクになると思う。次行ってください7個目、お玉の年齢が合わない。ん、はい、こちらですね、和の国に入って一番最初に出会った和の国のキャラっていうのは、はい、まあ、お玉ちゃんのわけなんですけども、そうですね、チンピ団子。そう、お玉ちゃんの過去でエースとまあ出会っていたと、うんうん、で結構物語的にもかなり重要そうなまあ人物じゃないですか。はいはい。でただね、お玉ちゃんの年齢がちょっと違和感がある。え、エースと会ってた時、はい、4年近く前の話今なるんだけども、はい、その時お玉ちゃんの年齢が5歳だったんだよね、はい、でそして今現在誕生日を迎え、はい、8歳になったお玉ちゃん、はい、1年間矛盾が生じてるんだよね。確かに。そう、現在8歳になったのであれば4歳もしくは誕生日を迎える前であれば3歳のはずなんだよ。おうおう、エースになった時がね。そうですね。4年近く前と言ってるので、ほぼ3年とすればまあ無理ではないんだけども、おうおう、それならわざわざ4年と言わずに3年近く前でいいとは思うんだよね、うんうん、なのに5歳ということはどうなってんのっていう、それ単純にミスなのか謎なのか。これはですね、はい、時の実の逆バージョンですね。どういうこと？やっぱ1年の誤差あるじゃないですか、うんうん、桃之助は20年経っても8歳のままやったし、うんうん、ってことはこのおたまちゃんの1年っていうのも、うん、これ逆の実の能力の可能性を示してるんじゃないかなと。なるほどね。そう、秘訣は常に研究してたと思うのよ。何を？タイムマシンを。次いきます。バックトゥーザフューチャーですね。はい、8個目、時々の実の能力の継承者がいる。バックトゥーザフューチャーですか。俺絶対言われると思う。言いたくなかったよ今。でもこれは今のその時々の実の逆バージョンよりも、はい、もっと信憑性のある謎でしょ。まあね。そう、能力っていうのは能力者が死んだら、うん、どこからともなく、うん、まあ、身に宿って、そう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 、悪魔の実っていうのができて能力が使えるようになるわけよ。そう、それはもう分かってることですからね。転生する感じやん。そうそう。じゃあ時々の実の時様が死んだとするならば、はい、その実の能力って今誰かが宿してる可能性が非常に高い。確かにトッキーの後釜としてね。トッキーなんだよ、トッキーって。え、トキ様の愛称よ。そんな名前で言われたっけ。そう、ちょっと記憶にないけどな、うん、で、さらに和の国って、はい、過去の能力者の回想編って結構大事にされてると思う。いや、そうよ。バリバリの実の能力とか、そうそう、マレマレの実の能力とかわざわざ書くやんか、それって。そう、じゃあトキ様の時々の実も今この世にどっかに存在してるよっていうヒントだと思うんだよね。お、じゃあいよいよそれってシャンクスが食べたのとか。確かに。もしくは和の国に登場してる誰かが食べてて、うん、こっそり使ってる可能性もあるやんか。そうっすね。そう、だからこれってちょっと本当わかんない。いや、これはわかんないっすね。そう、うん、だからさっき言ったお玉に関しても言えることなんだけど、うん、その元々ドレイクによってアミカサ村っていうのは壊滅させられてるわけよね、はい、じゃあその壊滅状態からお玉を逃がすためにわざと1年先の未来に飛ばしたとかって言ったら矛盾が解消される。うん、まあ、そういう風なことにもなるのかななんてうっすらこう思える分。そうっすね、うん、9個目、オロチ城のこけしの部屋。わあ、確かに謎ですねこれ。そうそう、だってまず天狗山秘訣って、うん、いつもこの登場人物のラベルみたいなのがこう名前がバンって出た時に、うん、まあ、補足ある能力名が出たりとか、うんうん、でそれわざわざ美少女こけしコレクターって出る。そう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 、そう、まずこれ違和感だし、これ覚えておいてねって言って読者に対する小田先生からのメッセージ絶対これね。そうで、しかもそれが結構早い段階でまたこけしって名前が出てくるんだけど、そうそう、93巻934話、うん、こちらでオロチ城に潜入した際にブルックがチャマシーの状態で覗いた扉の地下室にあった木彫りの人形が並ぶ部屋と言ってて、そう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 、でここで忍がんこけしって言ってる。そうやね、わざとらしくもこう言ってるわけやんか、まあ、匂わせですよね。匂わせやんか。じゃあこのこけしってどういうことなのっていう感じよね。はい、うん、まあ、これ考えられる可能性としては、はい、実は秘訣は裏切り者、うん、あー、なるほど。そう、裏切り者ほんと多いね。そう、そう考えたら裏切り者のオンパレードがここから始まっていく。オンパレード。そう、え、他の誰が裏切りそうなんですか。これはですね、なんとドレイクがまた裏切ります。え、裏切りの裏切りやん。そう、
これ20歳なんですね。10個目、ミンク族全員のスーロン化は和の国で見れる。そう、はい、これどういうことかって言ったら、そもそもちょっとスーロン化について詳しい専門家と聞いたんで、ちょっと説明してもらっていいですか。はい、スーロン化とはですね、はい、ミンク族が満月の日に変身してめちゃくちゃ強強の動物になれることを表すんですよ。なるほどね。ただし彼女ら彼らはミンク化、ミンク化ちゃうわ、スーロン化、もうミンク化しとるからね、スーロン化してしまうと非常に体力を使うため最悪死に至るみたいな感じになってしまうんですよね。なるほど。はい、でもそもそも討ち入りの日って火祭りの日って言われてるわけね。そう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 、火祭りの日って今夜は綺麗な満月が見れそうっていう風なセリフがあるわけ。そうそう、つまり今討ち入りの時って満月な可能性あるんだよね。そう、そう。じゃこれって鬼ヶ島に犬嵐公爵とか猫マムシとかまあ集結したとして、ミンク族全員のスーロン化が見れるんじゃないかみたいな。だってもともとそのホールケーキアランドでスーロン化出てきた時に、なぜか知らないけどキャロットのスーロン化しか描かれてないんだよ。そうそう、あんだけ強いミンク族だからもっとたくさんスーロン化したバトルを見たい、見せたいかったと思うんだよ。でもあえてそこキャロット人に抑えたっていうのは、もう思いっきり島の国でみんながスーロン化して500人ぐらいのスマイルを食べたゾーン系の百獣海賊団の動物系の能力を上回るミンク動物の戦いを描くためなのかなみたいなことを思っちゃった。そう、あ、そう、あ、合ってるのか。合ってますね。これある国の王子が言ってたんですけど、うん、どれ、これはスーロン化のバーゲンセールだな。え、そんなやつベジータみたいないや、めんどくさポケがごめんね、あの編集してる方もめちゃくちゃテロップとか画像探すの大変だと思いますけど、ほんまにすいませんそれでね、まあ、ついにね、我々の推しキャラミンク、推しミンクのね、推しミンク、はい、誰、全力のシシリアンのね、全力が見れる時が、ね、あなたが推してるだけ来ましたね。いや、推してるっていうか、あなたがいじてるだけやからね推しミンクって初めて聞いたよ、はい、推しミンクってそれではどうぞ、はい、11個目シナブの先端恐怖症ということで、おー、これがちっちゃいところの謎になるんですけど、はい、俺も先端恐怖症ですね。あなたのどうでもいいです。92巻926番になります。はいはい、天井裏に潜入した際に、うん、天井を突き刺されたわけ、こうやってね。そうですね。でめっちゃ騒いでて、そうそう、先端恐怖症って告白したんですよ。そうなのに過去編で登場した忍は先端恐怖症の症状がなかったと見受けられます、うん、一体いつどこで先端恐怖症になるエピソードがあったのかっていうのは現在でも過去編が描かれてないので分かりませんと、うんうん、そうですね、うん、これもわざわざ書くっていうことはどうなんだろうって、うん、まあ、確かに何か過去にあったのは間違いないんでね。そうだって過去編でも忍って今とは違った感じで、そうそう、ちゃんとおでん様のこととかを正しく伝えたり、その家臣に認められたりとかってすごく重要な役割のくのいちなわけやんか。そうよ。それもなんか先端恐怖症なのおなみみたいな時にちょっと頼んないなって思っちゃった部分もあるんだけど、絶対それぐらいトラウマになる何かのエピソードがあるはずなんだよ。そうや。それをなんかちょっと気になる。そうっすね。そう、まだ熟々のみって忍自身の能力にもちょっとまだ謎も多いんで、はい、シナブ自身の謎の解明も早く見たいところです、うん、はい、12個目、残雪の菊之丞。あー、はい、これ残雪ですか。そうそう、これ94巻、948話、はい、菊之丞がまあお面をつけたわけなんだけども、うんうん、その際にあのお面、お伝城で死んだはずの和の国一の美青年剣士残雪の菊之丞と同じ面っていう風にまあ言われてるわけなんですよね。これもまた過去編を見ると、うん、どこにもお面をつけてる描写は存在しないんだよ。あ、え、何が見間違ってんのみたいなことも思ったりするわけ。これは僕思うんですけど、うん、もしかしたら基本、うんうん、まあ、一応結構当時も持ってたと思うのよ、このお面を持ってた。ただ、うん、一般市民的には、うん、このお面は、うん、多分赤鞘国男とかの芝居がね、うん、20年間で行われたと思うのよ。なるほど、こいつら悪いやつやでみたいな芝居が、うんうんうん、教育の時に美青年っていう設定やから、うん、その役者の顔関係なくできるようにみんなお面してたんちゃうかなみたいな。ああ、なかなかちょっと鋭いこと言うんじゃない。そう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 、おきくもね、でもね、20年の時を超えて、まあ、今にいるわけやとか、うんうん、だからどこで残雪の菊之丞って、まあ、異名がついたのかっていうのはちょっとやっぱ謎だなと思ってます。確かに、はい、あれなんかな、春先しか働かんかったんかなちょっと雪残ってる時しか働かんかったよみたいなえ、なんで広瀬香美みたいな格好してるの13個目、月姫
おお、はい、これ興味深いんじゃないですか。そうですね、まあ、お面つながりなんですよ、うん、さっきのとね、お面といえば、まあ、小紫、まあ、日和様もつけてるわけで、狐面のお面をつけながら月姫っていう演奏をね、まあ、するんですけど、まあやっぱね、月姫って言ったらね、うんまあ、そのかぐや姫を連想するような感じもありますし、そうだよね、で月って絶対ワンピースには関係してるんで、うんまあ、かなり何かね、この月に姫っていうのはすごい意味深ですよね。そう、わざわざ曲名を出すってことやっぱよっぽどで、うん、過去に出た曲名だからリンクスの酒とか、うんうんまあ、あれもかなり物語の中で重要な曲っていう風に言われてるわけじゃないですか。そうですね。じゃあ歌に乗せて何か伝えたいことを未来に届けるっていう意味では、うんうん、月姫はもしかしたら800年前から存在する可能性があるわけやんか。確かに。そう、時様がこう持ってきたという意味では。そしたらもしそれが月の民の人の作った曲とかだったら、うんうん、その歌詞とかを解読するとなんかこのワンピースでいろんな世界のことが分かるみたいなね。確かに。そういうこともあり得るのかなみたいな。いや、これはかなりあり得ますよね。ねえ。まあまたはこれ、うん、小田先生がめちゃくちゃ月姫っていうゲームが好きだったか、うん、あなんか俺が知らないなんか美少女ゲーム今これ出てるのかな今。そうそう、フェイトの方のね。ちなみにこれ どういうあなんかあらすじなんか簡単に。でもこれ伝説的なゲームなんで、はい、皆さんぜひね見てほしいですね。僕ちょっとこれ宗教上の理由で宣伝できないんで。あ、そうなん。はい、次行きましょう。14個目、はい、CP0 の動向。はい、ドレイクがまあ都で見たという CP0、はい、この CP0 がまあオロチとまあ取引をしてたわけですね。そうですね、うん、でその内容っていうのは92巻929話にまあ書かれてるんですけども、もともと海軍が海賊と戦うための武器を購入してたと。そう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 、はい、闇のブローカージョーカーことドフラミンゴはドレスロザ編で投獄されたことによって、うん、その武器の仕入れ先がなくなっちゃったと。そうや、ね、うん、それで直接ワノ国にまあ買い付けの交渉にまあ来たのかなみたいなのね、そうそうそう、こともまああるわけですけども、かなりねこれねオロチ将軍はね CP0 に対して上からもの言ってんだよ。そうやね。そうそうそう、だまあ和の国っていうのはねもう皆さんも知ってると思うんですけど、海楼石の産出国なので、うん、絶対海軍の底にはね海楼石を敷き詰めてカムベルトを渡るために必須やし、対能力者用に絶対海楼石の手錠とか檻とかは必要なわけだから、そういう意味でちょっと下手になってんのかなみたいなことはまあ分かるよね。まあだってね、ホーキンスの釘とかも和の国の特別な技術みたいなの言うとったし、うんうん、まあ、多分スモーカーのね実手とかもね、うんうん、絶対ワノ国さんやと思うし。そうだよね。そう、うん、でしかもここで注目すべきは、うん、オロチはすでに戦艦を手に入れてるっていうことなんですよね。そうなんだよね。そう、うん、この戦艦の名前これ秘密なんですけど、煉獄っていうんですよね。沈むやん絶対沈むやん。ルロニケンシンに出てきた獅子王誠が購入した軍艦ですよね、あれね。そうそう、全財産の5分の3か3分の2かを投じたやつや。なるほどね。はい、それでは次どうぞ。15個目、牢を解放した人物の正体。ほう、はい、花の都の牢獄に牢とかは捕まっちゃったわけよ。でそれを逃がした人物がいる。ドレイクじゃないんですか。これドレイクだと思うんですけど、結局まだ分からない。はっきり僕ですって名乗ってるわけじゃないやんか。確かに確かに。そうだから、みんなにドレイクだと思わしといても違う誰かかもしれない。だからスパイはドレイクとかの他にもいる可能性があると。なるほど。そうだから、そういうところがちょっと興味深い。16個目、下月村と下月家の関係。はい、これも冒頭で言った通りだよね。やっぱり和の国の伏線にも欠かせないのは、うん、下月とか、うん、甲月とか、うん、もうそういう名前に関することの謎、うん、でしかも下月家以外にも4つのまあ大名家が存在する。そうですよね。そう、天月家、黒角家、宇月家、風月家、うんうん、ということで、うん、大名たちがいて、このわざわざ5つの月の入った大名の名前を出す必要は本当はあったんかなって思うんですよ、はいはい、今だったら時様が前の名字が天月だったわけ、うんうん、で黒角っていうのはオロチ将軍の、まあ、因縁があった、まあ、家系なんで、ね、それぐらいでよくって、うん、じゃあ宇月家とか風月家ってじゃあどこで出てくるのっていうのも確かにし、うん、でまあそのおかげでゾロとかの育ちの秘密やその下月村の成り立ちっていうのも分かったんで、うん、まあまあ OK なんだけど、うん、ちょっとこの辺の謎が一個残ってるなっていう。まあ確かに、うん、まあ、これ宇月は分かんないんですけど、うん、風月に関しては小田先生がめちゃくちゃお好み焼きが好きというから。まあ分かるよ。17個目、和の国はなぜ黄金の国と認識されていたのか。あ、これですね、牛鬼丸のシーン覚えてるかな。はい、和の国は大昔黄金の国というふうに世界に認識されていた、うん、ということなんだよね。でその400年前っていうと、はい、何かピンとこない。これあれなんですよ、うん、ジャヤ。ジャヤっていうか、まあ、シャンディアやね。そう、欲しいね。はい、黄金都市シャンディアも同じく400年前に栄えた都市で、その姿は黄金郷とも言えると、うん、まあ、そういう遺跡でしたよね。そうですよね。はい、でも和の国に入ってから黄金に関する類のものってなんか出てきました。確
確かに出てきてないですね。出てきてないんですよね。だから黄金の国とも言われてたのに、その建物はおろか、今までそんな描写すらないんですよ。確かに。だから地下にあるのか、また雲にあるのか、分からないけど、どこかに黄金鏡は存在する可能性があると。確かに。そう。それ、すごいワクワクしますね。そう、ワクワクするんだよね。だから、対カイドウとか、対オロチっていう討伐のことに今意識がいっちゃってるんだけど、でも歴史っていうものもすごく深く、我が国は関わってるわけやん。うん、でこの黄金の謎を早く知りたい。知りたいっすね。そう。で、しかも我の国ってモデルになってるのは日本なわけですね。そうそう。日本もね、昔黄金の国、ジパングって言われてたんで、ね。そう、ジパングっていうね、マルコ・ポーロですよね。そう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 。言われてたわけなんで、うん、そういうところもオマージュしてるのかなとか、まあそうっすね。夢があると。18個目、謎の鉱物、鬼徹鉱の謎。あー、謎やね、あれも。そう、これもね、革命軍のコアラの報告でも発覚したところなんだけど、そうそう、革命軍はドレスローザから運び出した武器の中に、鬼徹鉱という特殊な鉱物が含まれている武器について、まあ、言及していて、そうそう。で、その鬼徹鉱の産出国は、和の国ではないかと、まあ、予想していて、鬼徹鉱っていう読み方から、鬼徹との関連性もちょっと伺えちゃう。おー、なるほど。まあ、ちょっと字も違うんだけどね。はいはいはい、はい。他にも和の国では、ハイロウ石とか、ポーネグリフの材質である鉱石とかもあったりすると思うんで、昔はたくさんの資源にあふれた島国だったんじゃないかなってことを予想できる。なるほどなるほど。そう、日本も昔は金や銀がたくさん産出できたっていうふうに聞いてるんで、うんうん、まさにそういう謎が一個あるなと。そう、まあ、これ佐渡島にはね、隠れ金山があるって言われてるんでね、うん、それ桃太郎電鉄の話やろ。普段マイナス 40% とかで金がブワーって出た時にめっちゃ臨時収入入ってるやつよ。もうやだ、を説明するためのツッコミすんの。なんで原稿にないことばっか試されて突っ込まされなあかんの。それ一番謎やろ、小屋ちゃんの。はい、じゃあ次どうぞ。19個目、富士山の存在。富士山、はい、まあ富士山じゃないんだけどね、はい、花の都のところにあるツワーってそびえ立ってる、なんかさ、チンアナゴみたいな。これって和の国の中でも不自然な場にそびえ立ってない？そうですね。例えばドラム島のドラムロックなんかは、うん、ある程度地形にこう合わせた感じでそんなに不自然に見えてないんだけど、そうそう、和の国って見る感じちょっと島国っぽく見えるんだよね、まあ、標高高いんだけど、うん、その中でもさらに標高高いところまでこう雲の上まで行ってるわけやから、そう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 、わざわざこんな細長い山描く必要あるんかなって。いや、ほんまやで。と、そう、やっぱり何かあると。で、僕たちもこの富士山について考察出してるじゃん、うん、そうそう、あ、これはこちらなんですけど、ちょっと簡単にその時のことを、まあ、補足すると、うんうん、空島覚えてますかね、うん、もちろん。そう、それパガヤさん、はい、おじさんですね。おじさんが、まあ、正解では回廊石という鉱物が存在するらしいのですが、うん、それに含まれる成分パイロブロイン、それは角質の粒子で火山によって空に運ばれ水分を得た時、その密度の差によって海雲と島雲は形成されるのですと、うん、言ってたように、まあ、火山によってで、その海道水のみたいな成分が空島に来る、これすごく重要なことだと思ってて、うん、実際富士山も空島に到達するほど高いし、うん、もし日本の富士山がモデルだったら、うん、活火山なわけだから、そうですね、噴火する可能性もある、もしくは昔よく噴火してたみたいなことが考えられるんじゃないかなと。まあ確かにその通りですね。そう、この辺も詳しく興味ある方はこちらの考察、ついに海道石の秘密が明らかに、和の国の標高富士山が高い本当の理由っていう動画を見てください、はい、概要欄に貼ってます。おい、続いてラスト、うん、おでんは D なのか。ああ、これは D ですね。これ確定でいいですか。光月、はい、おでんだから。くだらな。僕たちも動画出してるんだよね、東大のね、出してるんだけど、ローが D っていうのを世間一般に触れないに隠し品としてあるわけだけど、そしたらおでんも D っていう名前を実はつくんだっていうことは、うん、ありえなくはない。まあね、隠してるっていうね。そうそう、はい。じゃあその D の共通点ってもう皆さんも分かってる通り、うん、死に際に笑うと。そうやね、そう、ニコって笑う感じ。そう、だからエースも笑顔で死んでったし、うん、処刑される時のロジャーもニってやって笑ってたし。そうやね。で、何よりもローグタウンで処刑されかけたルフィも死を覚悟した時に、悪い、俺死んだってニって笑いながらね、そうそうそう、グリーンのあのロゴみたいな感じのニっていう感じので、スモーカーがめちゃくちゃビビったっていうね、そう、ロジャーと一緒やんみたいな。そうそう。じゃあこの画像見てほしいんですけど、こちらは釜茹での刑にされて最後おでんが沈んでた時の母方やね、うん、だからこれもベベンってなってるところにニって笑ってると、まあ、確かに。じゃあこれも D の意思を継ぐものだったのかと、そういうふうに予想されるんで、この謎もありますよと。そうっすね、はい、以上20個紹介したんですけど、はい、どうでした？いや、めちゃくちゃ濃い。
ね、他にもね、言いたいことたくさんあるんだよ、はい、例えばキングの種族の謎とか、ね、ああ、世界に3つだけアドラーみたいなね、ホールティキアイランドにビッグマムがね、そう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 、コレクションの中に種族は見ねえんだって言ってたりとかするし、そうそう、何か他に気になる謎ありました？純粋になんですけど、うん、鬼ヶ島ってなんで言われてるんだろうっていうのが、うん、すごい気になったりしますね。そうだよね、途中から多分言われ出したと思うんで、そうそうそう、謎だよね。あとはやっぱ空船とか、うんうんうん、もう結局どうなんのっていう、エネル再登場するのとか、いや、それも言われてるよね。そうそう、うん、僕ね、まあ、今日ミンクの話したじゃないですか、うん、全員スーロン化して最強軍になるみたいな、うんうん、でミンクってスーロン化もそうなんやけど、あいつら電気使える種族なのね、そうそうそう、エレクトルみたいなのにで、うん、っていうことはエネルによりさらにその電気がパワーアップできるんじゃないかみたいな。あ、なんでそのサポートメンバーみたいな立ち位置だったの、エネルは急に。だってエネルはそもそも月でも電気を補充して月の基地動かしとって、うん、今度はミンクたちにも電気を補充するんちゃうかなみたいな。あ、面白いそれ。そうそうそう、まあ波を実際ね、ゼウスの仲間にして電気を操れるとかあったらすごい電気には困らへんやろな。そうなんよ、ね、あいつら電気代ただ集団やから。え、まあ、そういうわけでね、はい、まあ、ワノ君で気になることは非常に多いですね。そうですね、他にもたくさんの謎があると思うんですけど、皆さんはどの謎が気になりましたか？もしよかったらコメント欄で教えてください。教えてください。もしね、これが高評価、はい、2000以上いったら、実は今回こぼれた、はいはい、和の国の謎20選パート2やります。まあ、そのまだそんなあるんすか？そう、まだめちゃくちゃあるんですよ。そう、エクセルにまとめてるんですけど、はい、ただ今も収録40分も撮ってるんで、まあ、編集したらもっと短くなると思うんだけど、長くなるからちょっと終わらせたんだけど、まだまだあるし、多分これが高評価いって配信することでまたジャンプでも進んでると思うから、確かにね、ジャンプの内容まで含めた完全版の謎まとめをやりたい、和の国。おー、楽しみ。そう、これを知っておくと和の国編がどんどん進むにつれて、あ、これあの時出てきたやつやっていう真剣ゼミみたいな効果があると思うので、これはすごい楽しみですね。そう、そういう風に楽しんでもらいたいから、ぜひ高評価をしてほしいです。そうですね、チャンネル登録もしてください。そう、皆さんベルマークもしっかり押してくださいね。押してくださいね。はい、それでは、はい、See you! バイ。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなん、でもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。